はい、大村フォートです。新春特選、レースですね、その、優勝戦の、展望を、行います。1月5日12レースで行われます。まず準優勝戦を勝ち上がった6人のメンバーの、準優勝戦を走り終えた後の、コメントを紹介していきます。1号艇が石橋選手、スタートを してから出られる、悪くはないけれど体幹が良くない、行き足も良くはなっているけどまだ物足りない。それから2号艇が下條選手、準優は調整がずれていた、あえば行き足回り足はいい、しっかりプロペラの調整をしていきます。そして3号艇が中島選手、準優勝戦は回りすぎていた、足は中堅上位で悪くないけれど、乗り心地がもう少し乗り心地を求めて調整をする。そして4号艇が赤坂選手、エンジンはしっかりしていて、あえばバランスが取れていい、準優は合っていなくて重かった。5号艇が増田選手、スタートしてからの伸びは気にならなくなったが、バックでは下條選手とは足の差があった、スタートはしやすい。そして最後が村上選手、準優は調整があって回って押す感じがあった、出られることもないし、あとは回転の調整だけという、こういうコメントです。まあ見た目でもここが一番出てるでしょう。本人のコメントも通りね、これが一番出てると思います。それから赤坂下條が良くて、中島選手は伸び方ですね、きっとね。中島選手がまずまずで、5番と1番、石橋選手と増田選手はこのメンバーに入れば見劣ると思います。こういうメンバー構成です。1号艇の石橋選手がモーターが出てないんで、このメンバーに入るとね、悪そうなので、まあ狙い目は本当に多いと思います。もちろん1号艇の逃げが一番ありそうではなんですが、まあ今節も1号インの時はもう4戦4勝ですから、まあ逃げて当たり前なんですが、モーターを考えれば2番4番6番この3人だろうという想定をしておりました。で、狙い目としてまず一つは、2番から入ります。で、おそらく差しでしょうから2-1が本戦なんでしょうが、エンジン考えたら4番6番の方が面白いんじゃないか、道中の追い上げもあるんじゃないかというところで、まあ4番6番の重きに置きました。特に6番ですね、準優勝戦はもう強烈でした。5コースから行って、2周1コーナーは、真庭選手をつけまいで潰して、次のコーナーで今度森林選手を潰してという、まあ出ている2人相手にあのレースができるんですから、相当このモーターは出てると思います。本人のコメント通りだと思います。ただ村上選手は1本フライングを持っています。フライングだけじゃないです。来始めに丸亀でフライングして、その時に妨害失格もしました。で、前節の芦屋では転覆、これも選手責任の転覆ですから、自己点はもう相当抱え込んでますから、スタートはいけないとは思いますが、展開さえあればまあ夢ですが突き抜けるぐらいの足はあると思います。実際初日の12ですか、8勝地選抜、これで6コースから突き抜けて、10万円の大穴出しましたから、まあこれはもうもう一回夢をもう一度で6番から狙うともあると思いますが、まあ2番の差し、1番が先に回る、2番が差して、ここはねもうちょっと引っかかれば2番が出てくると思うんでね、あの準優勝戦でも展示タイム素晴らしかったですもんね。だからもうその足があれば1番を捕まえるチャンスは10番あると思うんで、引っ掛けて捕まえる。で、3番がこれ多分伸び方ですから、かかりがどうも気になる。重要で勝ち上がったのは、4コースの山村選手が握っていって、高坂選手が飛ばし、さらにインの榎木選手が飛ばしというレースでしたから、ガラ空きの1コーナーをスコーンと刺した、5コースから刺したのが、中島選手でしたから、これ、ここ、まくり差しが本当はいいんでしょうが、多分無理でしょうか、握っていくという展開でしょう。そうすると4に道はあります。だから4番が突き抜ければ、まあ面白いなと思いますが、6番はもう道があるかどうかです。だから増田選手は、今のコメントにありました、準優勝戦では下條選手にやられたと、言ってましたが、この前半のレースでは榎木選手にもやられてましたので、その時はこっちがインで、榎木選手が2コースで、まあ簡単に刺されましたから、エンジンはこのメンバーに入ると、もう石橋選手よりもさらに落ちるのが5番だろうと思うんで、5が出てれば、出てなければ、6番が少し前に行って、5を抑え込む形で、どっか道があればという期待をしました。まあ狙い目として、2から6絡み。で、まあ、本戦に4番、1番を持っていきました。それから、まあ、ちょっとした穴ではもう3のまくり、もう本当にまくり差しはなさそうですから、もうまくってしまうだけ、まくってしまって4がついていく、3、4という、こういう狙いが一つ。だからもう夢を見るなら6から、もうとにかく狙い目いっぱいのレースです。まあ、順当なら1、2、1、4というところでしょうが、ちょっと狙ってみました。ありがとうございます。